毎度皆さんこんにちは、秋坊こと秋広です。今日はね、また大阪は泉南田尻漁業協同組合に来ました。周りがねこんな感じでぼちぼち映ると思うんやけれども、このね後ろに見えてるこれこれで水上バイクとかもあって、これで今日はまたここに何しに来たんやったらね、ここですわ。今日は日曜日なんで、この田尻漁業協同組合でやってる朝のね7時からお昼の12時までやってんねんけれども、あの朝一やってんねやんか、ここ。ほいでそこで美味しいお魚売ってたり、美味しい食べ物売ってたりするんで、今日はここで美味しいものを買うて食べようかなと思って来ました。ということで早速行ってみよう。ということで今中に入ってきたんやけども、周りの感じがねこんな感じで、ちょうどね後ろに見えるのが大きい広い駐車場があんねんけれども、ほいでこの後ろに見えるこれがね海洋交流センターで受付になるんかな。ほいで朝市やってるところがねあそこの奥になんねんやんか、あそこの奥で朝市やってんねん。ということで行ってみよう。美味しそうなうなぎやん。今ね、ささみのフライと焼き鳥注文してこちらのお姉さんに入れてもらってんだけれども、こんな感じで、ということでいただきました。ということでいただきました。行こう行こう。今ねこのおじさんのところでアナゴのあの姿焼きのアナゴのあの焼きアナゴ工程ということでいただきました。行こう行こう。ここね、これで人気のお店はね、ハヨコンと商品なくなんねん。今アナゴ工だけど、このね後ろ見て向こうにも並んでる、あそこもアナゴ売ってるはずやねん確か。ほいでね、この泉州方面言うたら、あのなんていうかな、あのおなんていうの、漬物に使うおナスあるやん、あの田舎のナスね、水ナスね、水ナスとこの今こうたアナゴはね、どっちかというと特産っていうかな、結構有名やねんか。そういうことで、あのアナゴ食べたかったら早起きてあの7時からやってるから。
でちょっとご飯類のタコ飯とあのこっちの泉州方面のなんか名物らしいんやけどあの白身のお魚あのガッチョ言うてこのねこれガッチョ言うやけどガッチョって何でしたっけ目干しです目干しの唐揚げあの名物らしいねということであのいただきますということでいただきましたゲットゲットもうええんちゃうかもうなこれ食うと腹いっぱいになるしな行こう行こうでさ、今またここでアナゴの天ぷら注文してネギとタレをいっぱいかけてもらって今あの作ってもらってる最中ということでいただきました。行こう行こう行くででね、ここの名物の、あのお母さんあのこんにゃく売ってはんねんけどこれがね、また美味しいね。どれやった映れへんわ。これやこれがね、こんにゃくと牛すじのあの、なんていうの味噌煮込み、これまたいただきますということで、これね、どれや、これ牛すじと、こんにゃくね、これ1本ずついただきます。どて焼きって言うんですよ、本当味噌煮込みじゃなくて。どて焼きって言うんですよ。ごめんえ、どて焼きって大阪のもん。あ、大阪のもん。大阪のもんやって知らんかった。いただきました。土手焼き、大阪発祥らしいで、あのお母さん今来る。ということでここのね、田尻漁業協同組合ってあのね、漁業体験できんねん。これその漁業体験にセットかどうか知らんねんけど、このね、後ろで見てもらって分かるように、ここでね、バーベキューすることもできんねやんか。だからバーベキューだけでもいけると思うねん。これで、あそこがバーベキューコーナーなっとって、いろんな食材を買えるみたい。だから、なんていうの、ご家族で、バーベキューしに来ても、面白いんちゃう？
つうことで、まずはあのおばちゃんところのさ、あの婚約 と、これがね、牛すじ、あの土手焼き言うとったやつな、これがレベル5、これね、これが土手焼きね、いただきます。このお味噌独特の何かな、粘り気っていうのかな、ほんま味噌の風味うまいね。おいで、今日はあの綾鷹いただきます。うまいね、土手焼き、土手焼き、味噌の風味最高。おいで、こんにゃくね、これこれこれ、いただきます。こんにゃくです。うまいうまい。ほんで何具、これなんかガッチョやったっけ、 なんちゃらいう白身のフライやったっけな、なんかそのガッチョこんなやつ、いただきます。うん、スルメみたいな感じかな、こんな小魚やね。これほんまあの酒のあてにぴったりやな。今日はまだあの酒飲まれへんねんけど、車で来てるから。ということで、ガッチョの天ぷらいただきます。なるほどね、うまいうまい。ほいで綾鷹いただきます。このささみのフライやったっけね、これいっとこう、いただきます。なんていうの、ささみ独特のあのパサパサ感いうのはちょっとな、言い方悪いんやけど、なんていうの、そういうあのパサパサってしたようなあの鶏のフライな、天ぷらちゃうな、フライで、うん、うまいうまい。ビールで言いかけた、あやたか、うまいね。ほんで焼き鳥もいっとこうか、これね、焼き鳥こうだよ、焼き鳥ね、うん、誰もが好きなあの子供の時からあのなんていうの、よくスーパーとか商店街で売ってる焼き鳥の味、いただきます。うまい、うまいですな、ビールちゃんちょっとあえたが、うん、なるほどな。もうちょっとささみとこ、ささみささみ、うん、うまいね、あの鳥さんのパサパサ感のぞ詰まってるささみ、うまいうまい。ほいでやな、残したんは今日のメインディッシュ、あのなんていうの、最後にちょっとだけあの揚げてもうとったこのアナゴの、天ぷらの切ったやつと、それと今日の一番のメインディッシュはこれですわ、この見えるかな、アナゴのこの一本焼き、これが食べたかって。ほいでね、なんでこれこうだんやったら、これでアナゴの天ぷらに、でこの何タコのご飯、ここの上にかけて、であのアナゴ丼にしようかな思って。このさ、タコのご飯にアナゴの人とアナゴのタレいっぱいかけて、これいただきます。柔らかいね、アナゴ。ほんでタコご飯にアナゴのなんていうのタレかけたやつ、ほんまになんていうの、あのアナゴ丼か、うなぎ丼みたいな感じやな、うまい。アナゴ、アナゴ、そんなI'm sorry.
いな。これ大きいやつ頼んだから、あの3本入ってるのかな。まだあんねん、ここにこんな。こんなあれはめっちゃでかいやろ、これこれ。ほらあら、顔よりでかいから。で、またこれをここに乗せて、おいで。これをいただいて。やらかいわ。で、ご飯が。こんなんあげろ、アナゴのタレいうのかな、あのまたうなぎのタレとよく似た感じだけど、ちょっと薄味っていう風な感じかな。でもまあまあ、あのうなぎのタレみたいなもんやろ、あの甘だれね。これそれをこのタコ飯にかけていけよ。ほんまにうまいわ、これすぐ食ってまいそう。もうあれへんもん、これあれあの。で、ご飯ね、うまいわ。あの、でっかい、あの、めちゃくちゃうまいから。のろすまったよ。スフトでタコ飯完食。おいで、もう一本残ってんね。3本入ってたんかな、だから大になるんかな。あれ確かに食べたら1000円やったもんな。だから、最後のアナゴこれね、いただきます。甘くて柔らかくてうまいわ、アナゴ。アナゴちょっと夢中になりすぎてお茶飲むの忘れた。あやだが、いやーうまいね。このアナゴ今日メインディッシュで大正解。ほいで、あの最後に取ってたわけじゃないやけど、こっちのアナゴもあの好きやね、切ったやついただきます。あ、これ切ってる思った、今日切ってないわ、大きいままやわ。こんなアナゴ、うん、あ、こっちのアナゴの天ぷらね、さっきのはあのアナゴのかば焼きね、うまいな。アナゴの天ぷらもうまいな、柔らかくって。で、あやたかで、あのアナゴの天ぷらね、いただきます。うん、天ぷら最高で、あやたか。でもやっぱりメインはあの予想したように、あのアナゴのなんていうの、かば焼き、もう最高にめちゃうまつうことで、最後にちょっと残ったささみとこ、ささみ、うまいね、ささみね。これであやたか、うまいわ。ということで、せっかく来たから海の上で遊ぼう。ということで、これから海に行きます、出発。気持ちいいね、海はやっぱりね、この潮風、ええ感じやね。ここがね、釣り堀になってね、これ、こっちが見える？なんかごっつい船来たぞ、ごっつい船。いかん、you
るか。ということで、今日は田尻漁業協同組合に来ていっぱい食べて遊んでみました。ということで、いつもながら長々のご視聴ありがとうございました。ということで、コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでよかったら Twitter と Facebook のシェアもお願いしますね。ということで、さようなら。